霊夢さん今回の期待なのですが、小生さん、ラフトが磁気主力とすべく開発した高性能機だよね。スラスターを増強し、宇宙での運用を重視して設計されましたね。そうして、ラフト各部隊の指揮官たち用に配備されたね。はい、それでは皆さん、ゆっくりしていてね。それでは早速、今回の機体についてお話ししていきたいと思うのですが、もともと主力機として生産されるはずだったけど、ほとんど量産化されなかった悲しき機体の名前とは、チグーでございます。チグーはあの名機ジンを元に開発が進められた機体だね。ジンは当初素晴らしい機体でした。ジンがあったからこそ初期においてラフトは地球連合軍に勝利していったからね。もともとは10倍以上の体力を持つ連合軍の勝利が予想されていましたが、コズミックイラの世界で人類初の量産型の機体として開発されたジンがあったからこそ、全てにおいて劣っていたラフト軍が勝利を収めていたと。そのように初期の戦いにおいて勢いづいていたラフトは、主力機として運用していたジンをベースに性能を向上させた磁気主力機の開発に着手したのでした。その機体こそがチグー。ハインラインが設計開発を担当しました。ジンとの一番の違いって機動性がより高くなった点だよね。そうですね、ジンの汎用性を受け継ぎつつ、スラスターを増設してさらに高出力化することで機動性がアップしました。武器もよりジンよりも強化されたね。ジンの主力兵装である重突撃機銃に改良が加えられて、より攻撃力がアップしております。あと、ガトリングシールドも。こちらは戦闘中において弾切れを少しでも先延ばしにしたいということから取り付けられたようです。機体のフォルムもスマートになっているよね。そうですね、ジンはスマートではなかったですが、より不要な箇所が削られ、鋭角的なデザインになりました。もう一つ武器に関してなんだけど、普段は重突撃機銃なんだけど、実はビームライフルも携行しているんだよね。あのアラスカではビームライフルを装備している本機が見られましたからね。ただなぜだかはわかりませんが、リマスター版ではビームライフル装備のシグはなかったことにされているのですよ。ところでシードだと、ジンとかシグー、ゲイツみたいな独自性のあるモビルスーツが登場してきて面白かったのに、デスジニーだとザクヤドムが出てきたのかな。その件はですね、バンダイがファーストガンダムのザクのように人気が出て売れる量産機を出してくれと監督に要請したことから始まったそうなのです。バンダイさんが、そして言葉をそのまま受けて、ザクをそのまま出してしまったらしいのですね。シードのザクとしてジンをデザインした小川原さんが、ジン系統のザクのデザインを出したところ、監督にもっとファーストのザクっぽくしてくれと言われたエピソードは、小川原さんへのインタビューで知れ渡っています。そういったこともあったから、ファーストをパクったという人たちもたくさん出たんだよね。ただ、どうしてもアニメは商用の一部です。近年アニメは各種メディアミックスクスでいろいろな関連品が作られたりですよね。こうした商品の売り上げを見越して、あるいは商品を売るためにアニメは作られている側面は見逃せないのです。そしてガンダムシリーズといえば、プラモデルガンプラもまた人気商品なのです。シードは DVD の売り上げが好調だった他にも、ガンプラもまた近年のシリーズでは屈指の好成績を上げたらしいです。これは今までガンプラの購入者層ではなかった女性も取り込めた、そこが一番の要因とも言われています。当然デスティニーでもガンプラの売り上げは期待されておりました。ザク、ルフ、ドムなどは旧来のガンダムファン層を狙ったと言われれば頷けますよね。これを機会に新しいファンにも旧来のガンダムシリーズを知ってもらい、 DVD とかを売り込もうとしたのかもしれません。ただ私個人的にはファーストのファンを取り込むことには失敗したように感じます。あえてそこにザクヤドムを入れたことで、そういった方々への印象は悪くなったように思うからですね。
サンプラをたくさん売るには避けて通れない案だったってことだね。そうですね。やはりスポンサーが制作の予算を持ってくれていますから。お話を戻しますが、シグーは主力機として量産される予定でしたね。でも現実はなかった。その理由はクルーゼタイガーを脱した4機の GATX シリーズを解析した結果、ビームライフルを標準装備とするゲイツが新たに量産されることになってしまったからです。そしてシグーの量産化はなかったことにされたと。元ジンノバのバージョプ的歴名の異能であぐーが後発のゲノゲイツにはかなうはずもなけ、結局にジンの工場ざわざわゲイツに奪われ、本機は指揮官地で配備されるニルニとのでした。悲しき代々だ。ところでジェジンヤムやゲイツって宇宙世紀の量産型モビルスーツだと隣に似ているゲイルな。ジンはザフトの MS のベースとなった機体という意味でザクに相当しますね。そのジンの後継機ということと、対戦時最後の量産型モビルスーツということで、ゲイツはゲルググに相当すると思います。ゲイツはそのゲイツが対戦後改良された機体ということなので、ユニコーンでゲルググの戦後改良型の機体なので、ガルバルディベータに相当するのではないかと思います。シグーですが、ジンの発展型で本格的量産には至らなかったということで、地上ではグフに相当する機体、宇宙ではザクからゲルググへの間にあるということで、ビッグドーム量産には至らなかったという意味で、その競合機であるザク高機動型もあると思います。シードにおいてドムに相当する機体は、ドムは地上型でホバーによる高機動ということで、同じく地上型で無限機動による高機動ということで、バクーがそのポジションに当たると思います。はい、今回はシグーについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。